ゃも喋っちゃって OK。 はいはい、はい、本日のですね、グルーヴオンファイト豪傑一族3の、奏者を担当いたしますアジと申します。よろしくお願いします。本作なんですけども、アトラスの格ゲーシリーズ豪傑一族のですね、ナンバリングの3作目となりまして、まあ、ナンバリングなんですけども、まあ、雰囲気が全然違くてですね、まあ、未来的な世界観を有しておりまして、であとはリアルタイム2オン2タックバトルシステムを採用してたりと、まあ、結構独自の味があるゲームなんですね。ということで、本日誰を使うかを説明したいと思います。というわけで早速コインを入れるんですが、そうすると出てきます、このプレススタートボタンの画面に出てくる、彼女、未来なんだっけ、未来時空警察、ソーリス R8000、 こちらの彼女がですね、本日メインで使用していくキャラとなります。いやー素晴らしいですね、このキャラクターデザインがね、このクールな顔つきといい、まあね、ちょっとあれね、かっこいい服装といいね、いやーほんと素晴らしいですね。このキャラをね使って本日頑張っていきますので、よろしくお願いします。でタックバトル、ゲームということでですね、あとパートナー決めるんですけども、こちらは、ラリーライトという主人公のキャラクターを使っていきます。でただタックといってもね、交代したらもう完全時間のロスになってしまいますので、まあ、彼の出番はおそらくこうちょっとぐだった時とかに、援護攻撃っていうねアシストシステムがあるので、それを使っていく感じになるかなと思います。まあ、もしかしたら出番ないかもしれないです。はい、といった感じですね。じゃあ実況解説を、務めていただきます、オドポンさんにマイクを代わりたいと思います。はい、ただいまご紹介いただきました、実況解説をする、オドポンと申します。よろしくお願いします。はい、普段自分はですね、この奏者をするアジさんと一緒に、ダラク天使というゲームを長年やっております。はい、で今回のこのグルーヴオンファイトなんですが、実はまだあの秋葉原の兵に稼働してからアジさんとやるようになって、まだちょっと僕とても日が浅いんですが、実況解説の方頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、でこの RTA なんですが、タイマーアタックということで、キャラクターセレクトが完了した瞬間にタイマースタート、ラスボスのデビルブリストルを倒した瞬間にタイマーストップとなります。それでは早速ですね、キャラセレ画面に進んでいきましょう。アジさんにスタートをしてもらって、まずはリーダーのソーリスを選び、パートナーのラリーにカーソルを合わせて、はい、では3カウント数えてラリーを選んだ瞬間にタイマースタートです。では皆さんお願いします、一緒に3、2、1スタート。はい、頑張っていきましょう。はい、バトル1早速いきます。ソーリスとマットのコンビですね。基本この RTA なんですが、ジャンプ後追攻撃、ダッシュパンチ、623小パンチで出るスタンプラティナムというスリーコンボを当てていきます。以降はこれをいつものコンボと、統一して呼んでいきますので、よろしくお願いします。って言ってる間にあれもう終わっちゃった。あ、でもとてもいい感じです。こんな感じでね、とても展開早いですが頑張っていきます。1、2戦目はですね、こんな風に何も考えずに飛び込んで、このいつものコンボを当てていきます。ここでポプラ と、ネミのコンビですね、仲良しコンビです。あ、このキャラクターですがですね、後半出てくるとだいぶ鋭い動きをするので、今回、布陣もいいんじゃないでしょうか。はい、早速ネミです。はめてって、でついでにですね、1戦目から4戦目はランダムなんですよね。だからこのね、パートナーが出てきて大変、会場ですね、93秒。で3戦目からは、開幕の動きを変えていきます。214ジャック A でジャイアレーターという技を出すんですが、それを当ててダウンをしてからいつものコンボを狙っていきます。このゲームはですね、ジャンプごっつい攻撃を当てて、敵がダウンした後にそのまたジャンプごっつい攻撃を重ねると、CPU が当たりやすいので、これをじゃんじゃん狙っていきます。で、今やってるのが天神橋で、奥に控えているのは歪みですね。こちらも結構後半出てくると厳しいです。だいぶ遅延要因なんですが、ジャイレーター当てて、いつものコンボ当ててく。さあ画面端でいくが、うまくそれを避ける。今のはあれですね、サードユーブロッキングみたいなのですね、コンピューターのこういう動きをやってきますので、そういうのを遅延要因になってきます。めちゃくちゃ硬いな。めちゃくちゃ硬い。ちょっとそうですね、歪みがいい受けしますね。ジャイレーターで飛び込んでって、はい、KO です。腹立つ。はいはい、まあでもしょうがないですね。うん、
これ今アジさんがやってると簡単そうに見えるんですが、もっとやると結構大変です。次はラディとクリスのコンビですね。こちら一石一石少々ですね、ステージに、処理落ちが発生しますので、連続技のちょっと遅延がちょっとしやすいので、ここも気をつけていきたいところです。 CPU が強いだけなく、結構ね処理落ちもありますので気をつけていきたいところです。いつものコンボ当ててって寄ったところを当ててく KO、 そしてクリス開幕、後ろに飛んでジャイアレート当ててダウンしてからいつものコンボ当ててく、顔面端にうまく当ててついていきまい、ジャイアレーターで当てていつものコンボ、ジャンプごっついを重ねてうまく当てていきたい、もう少し、はい KO です。マジでガードが硬い。そうですね、だいぶやばい、不吉な予感がするでも頑張っていきましょう。でこっから第5戦目は、CPU 固定となります。オウメ&オタネコンビとファルコですね。ダイレーターで当てていつものコンボやっていきたいが、投げで割り込まれてしまう。だいぶですね、ちょっといつものコンボがね入るまでがだいぶ結構難しくなっていきますが、そこの中は頑張って当てていきたい。ついでにこのゲーム、パーフェクトのナレーションを入ると2秒ロスになるんですが、わざと当てに行く方がそっちの方がタイムロスになるので、基本はこのパーフェクトを当てていきます。そしてファルコなんですが、ファルコ今回おとなしいですね。はい、しっかり当てて、なんとか当てていきたい。ここが、あー素晴らしい。ファルコはですね、トランプを投げて対空結構厳しいんですが、今回おとなしくて可愛かったですね。はい、次が、ゲルトハイマーとデミアンのコンビということになります。このステージはちょっと特殊でですね、後ろに控えているデミアンという美少年は何もしません。このゲルトハイマーという人を倒したら、クリアとなります。あとこのステージはですね、遺跡ステージよりもさらにちょっと処理落ちが強くなるので、また結構遅延が激しいんですが、と言ってる間にいいですね、パーフェクト。はい、とても素晴らしいです。いい感じですね。以降はこのステージ固定でやっていきますが、次はブリストル中ボス戦になりますが、ゲルトハイマー戦よりも少し処理落ちが軽くなります。なんですがこのブリストル1回コンボ当たるとかなり長いので、なるべく当たらないようにいつものコンボを当てていきたい。これです、これです、うん、今あんなもんで済んだんですが、これからもっと普通にね、やっていくので、うん、なかなかいいところですが、そう回り込みで、うん、そうですね、いつものコンボ当てられない。はい、でもなんとか倒しきれました。はい、ここからイベント戦ですね。パートナー戦になるんですが、体力半分減ったらイベントが発生します。あ、やべ、さあどうだ。はい、今下に投げですね。めちゃめちゃ減りましたね。結果オーライです。そしてブリストルが覚醒してデビルブリストルと、パートナー戦ですね。こちらのデビルブリストルを倒したら、タイマーストップとなります。あっという間パートナー倒して控えていたデビルブリストルが来る。こちらデビルブリストルはですね、1回の攻撃がかなり多段ヒットするので、一発当たっただけでもかなり遅延が発生しますので、うまくいつものコンボを当ててやっていきたい。ラッキーナム、どうだ。あーおっと、ここでタイマーストップです。アジさん素晴らしい、素晴らしいです。アジさんおめでとうございます。ちょっと僕もめちゃめちゃ緊張したんですがとりあえず完走した感想をですね、アジさんにコメントいただきたいと思います。アジさんどうぞ。はい、ありがとうございます。グループオンファイト奏者のアジです。ですね、そう結構ね、パターンっぽいものはできてたんですけど、なんかなんやかんや CPU がちょっと気まぐれなところがあるので、ちょっとそれがまあまあちょっと起きたんですけど、まあ、なんとかフォローが効いたんでよかったなと。さっきテストで走った時はね、結構走率が死ぬことがちょこちょこあったんで、そうそう、あもうこれ終わったかもしれんと思ったんですけど、まあ、なんとか本番の強さを発揮してしまいましたね。はい、と自画自賛したところでですね、このゲームなんですけども、まあ、97年にねアトラスから出て、まあ、僕はなぜか今年になってからそのゲームに対する熱が再燃して、今すげえやってるんですけど、まあ、この動画見てくださったね皆さんも、まあ、立川ウィルここであったりとか、まあ、あと先ほど言ってたヘイであったりとか、秋葉原ヘイですねだったりとかでちょこちょこ稼働してますので、まあ、ちょっと今回見てみて、あなんかかっこいいゲームだなとか、ソーリスがちょっとかっこいいなって思った
人は、ぜひぜひプレイしてみていただければなと思います。あとあれこれ言いましたっけ、あの女神文録ペルソナの主人公このゲームプレイしてるんで、そうそう言ったっけ、言ってないよね、うんうん、そうそう、まあそういった意味でもねちょっと、まあ、調べてみていただくのも面白いかと思います。はい、といったグダグダな解説を挟んだところで、自分からのコメント以上とさせていただきます。ありがとうございました。はい、アイさんコメントありがとうございます。それでですね、まあ補足なんですが、アイさんが選んだこのソーリスとラリーというコンビなんですけども、あのコミックゲームストというので、実はあのグルボンファイト漫画やってたんですけど、その時の組み合わせなんですよ。なので、このラリーとソーリスの組み合わせを見てちょっとニヤッとした人はもう仲間です。はい、ちょっとね、まあそういうのを踏まえつつ、引き続き、この後は、マハフライス先生によるブレイカーズリベンジがありますので、はい、そちらの方も応援していきたいと思います。で、その応援が終わった後に、堕落天使のまた私たちの堕落天使の RTA があるんですが、それもアジさんが奏者で、引き続き私が、解説実況をやっていきますので、そちらの方もよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。